J リーグ最新ニュース明治安田生命 J リーグに様々な特徴を持つ選手が活躍しているサッカーという競技の特性上彼らの能力を数値化すのは極めて困難であることを承知の上でトボールチャンネルでは機のスタッツを心に様々なデータを集計し5項目の能力に分類って数値化してランキングで紹介する5月1日時 で、リーグ戦の出場時間が450分以上の選手が対データは18日時点にランゲラック所属クラブ。古谷グランパス生年月日、1988年8月22日、今季リーグ。成績、13試合10失点、今シーズンの J リーグは、ダゾーンフォードコモで。いつモドコでも簡単視聴、元オーストラリア代表。ランゲラックは、 2018年から名古屋グランパスの森を支えている点14下の鹿島アントラーズ戦でドラガン・ストイコビッチが持つ同クラブおける外国籍選手の J1 最多出場記録を更新し気も変わらぬパフォーマンスを見せている大の特徴はセービングでセーブはゴールキーパー最高値の83なった点10失点はリーグ2位いの成績で今季は ラペナルティーエリアの外から失点を許し、いない身長 193cm の巨体を機敏に動かし、長い腕を、バシて名古屋のピンチを幾度となく救くって、ルセーブ率が高いだけでなく、キャッチする。力もリーグではトップクラスで、ハンドリン。もトップの87という高い数値になった、平均値。落とした要因は、ハイボールの項目で、 他のゴールキーパーに。ベルトクロス対応のスタッツはやや劣る。判断を間違えることは少ないため、失点にきする場面は少ない。次ページ HE、これぞ守護神。貸し続けるアジア最高のシュートストッパ。関連記事、J リーグ最強ゴールキーパーは誰だ能力値ランキング。1から10位 J リーグ最強ゴールキーパーは誰だ 能力値ランキング1位 J リー。具最強ゴールキーパーは誰だ能力値ランキング2位両関連機。